関西潮は静岡県伊東市在住の現代美術家で、作品は立体やインスタレーションなど多岐にわたっている。妻は作家の富岡太鼓。1960年代後半から70年代にかけて台頭したモノハグループの中心メンバーである。モノハの作家は石、鉄板、ガラス、電球、綿、スポンジ、紙、木、鉄線、ワイヤー、ロープ、革。 油、水といったもの自身を主題にするとともに、諸要素と空間の相互依存に焦点を当てた。自然的な物質と工業的な物質の出会いを探求し、それらを一過性の静止状態に配置することによって作品とした。漢季潮は岩手県盛岡市で生まれ、1964年から1968年まで東京の多摩美術大学絵画学科で学んだ。 タモミ在籍中にジャンボードリアール、ジルドゥルーズ、西田北郎、ナーガールジュナ、バスバンドゥの著作を読みふけった。この時期に大学で教弁をとっていた二人の作家がカンに大きな影響を与えている。その一人である斉藤義重はカンをはじめとする学生にモダニズムと欧米を中心とする芸術理論に対し脱構築的アプローチをとることを促した。 そして、漢に影響を与えたもう一人の教師は、芸術家、高松次郎である。高松は、騙し絵のような絵と彫刻を持って、当時の東京アートシーンの中核を成しており、漢の初期作品は、高松のアプローチを反映していると言えるであろう。1968年、椿近代画廊での初古典に出展した、天衣空間は、赤く塗装した木材を使った自立する作品だが、 箱が自らの重みで崩れていくような錯覚を見るものに与える。視覚を操作する絵画や立体作品の制作と同時期に、館は様々な素材を使った創作活動を始める。一例は、おがくず、綿、灰、プラスチックの粉末、土の層が透明なアクリルの箱に入った積層空間という作品である。1968年後半には、素材、 儚さ、空間の探求が、講義のムーブメントとして認識されるようになった。例えば、この時期に、リュウカンは、初めて石と鉄板を配置した作品を発表している。また、関根信は、神戸のスマリ Q 公園で行われた第1回、野外彫刻展で、地下2.7メートル、直径2.2メートルの円柱型の穴と、掘り起こした土をさらに同じ大きさで固めた土からなる、移送。 大地という作品を発表している。1973年までに、関騎士を、流関、関根信を、及び小清水進む、吉田克郎、江倉浩二は、物派として知られるようになった。漢は、物の現実と状況の相互依存に焦点を当てる。行為を、放置と呼び、放置という言葉を用いて、自身の考えを述べるようになる。そして、状況の探求と存在の、 アクティベーションを進める中で、モノ派のアプローチを象徴するような数々のインスタレーションの制作に取り組むようになる。主なものに以下の作品がある。カンは、サイトスペシフィックなインスタレーション以外にも、壁や床に展示する小規模なアッサンブラージュ作品をたびたび制作している。素材を、縛る、結ぶ、積み重ねる、切る、調布ける、塗る、テープで留める、くさびを打つ。 立てかける、ハグ、釘を打つ、ネジで止める、掘る、折る、畳む、といった多様な行為によって、館は作品を形作っている。1968年に、東京の椿近代画廊で行われた初古展以来、各ギャラリーはもとより、岩手県立美術館、横浜美術館、千葉市美術館、広島市現代美術館、東京都現代美術館など、 日本で多数の古典が開かれている。さらに、第8回パリビエナーレ、ポンピドゥーセンターでの、ジャポンデアバンギャルド1910から1970、展、横浜美術館、グッケンハイム美術館、サンフランシスコ近代美術館で開催された、戦後日本の前衛美術展、国立国際美術館、モノハ、最高展といった画期的な展覧会でも、館の作品が発表されている。 2008年には、栃木県の老舗旅館、万室温泉、大黒屋の敷地内に作品を常設展示するスペース、菅目塩倉庫美術館が開館。2012年2月に、米ロサンゼルスのブルームポーギャラリーで行われた、太陽へのレクイエム、モノハの美術展で紹介されたことを契機に、アメリカでも館が注目を集めることになった。これは、 アメリカで初めてモノハを検証した展覧会である。続く2012年11月には、同、ブルームポーギャラリーで、アメリカでは初となる個展が開催された。さらに、同年ニューヨーク近代美術館でも用された、東京1955-1970展においても、館の作品が展示された。2014年11月には、万事彫刻庭園美術館にて、 2015年1月には東京都現代美術館にて個展が開催。2016年にはヨーロッパでは初の開催となる個展、シチュエーションズがミラノのピレリハンガービ国家にて開催され、それに続きニューヨークのディア・チェルシーでも米国内の美術機関では初となる個展を開催した。また、エディンバラのスコットランド国立近代美術館ではターナー賞の受賞歴もある。 スコットランド人女性作家、カーラ・ブラックとの二人展、カーラ・ブラック騎士を、菅、すニュー・オーダーを行った。菅の作品は、千葉市美術館、ダラス美術館、クレンストーン財団、グッケンハイム・アブダビ、広島市現代美術館、東京都現代美術館、国立国際美術館、テートモダン、横浜美術館、ディアアートファンデーションをはじめとする国内外の、 数多くの美術館のコレクションとして所蔵されている。1991ありがとうございます。